エオスフォライトは、マンガンとアルミニウムからなる褐色のマンガンガン水リン酸塩鉱物、諸鉱石エオスフォル石などと別名がある。化学式はムナル 2H2O で宝石として使用されている。エオスフォライトは、単車小系の結晶で、細い角柱状の結晶を形成し、しばしば放射状や球状のクラスターを形成する。結晶は、しばしば総称で擬射宝章を示す。 1878年にアメリカ合衆国のコネチカット州フェアフィールド郡ブランチビルマイカ鉱山で産出されたものが初めて記載されその色がピンク色を呈していたことからキリシャ語で夜明けをもたらすという意味を持つオメガシグマファイロを由来にする名前を持っている世界各地のリン酸史を富む加工岩質ペグマタイトの二次鉱物としてロードクロサイト リチオフィライト、トリフィライト、トリプロイライト、リッキンソン石、アルバイト、コーカイト、アパタイト、ベギロナイト、ヒドロキシルヘルデライト、トルマリンなどと一緒に産出している。ブラジル、ミナスジェライス州のタカラールでは、エゾウコギとローズクオーツの魅力的な組み合わせが見られる。ありがとうございます。